四国フェリー株式会社は日本の海運会社。瀬戸内海でフェリー及び高速船による航路を運航している。グループ会社に小戸島フェリーがある。ここでは同社についても述べる。宇野港の乗り場。奥に宇高国道フェリーの乗り場が見える。高松港の乗り場。奥に宇高国道フェリーの乗り場が見える。第82玉高丸高松港。 第二使用度島丸との証工オリーブ丸との証工オ,オリーブマリン高松港回れて島高松港2020年2021年にそれぞれ第二使用度島丸と第七使用度島丸に変わる新造船を藤原造船所で建造予定である新造船2隻は高松小戸島航路に就航し現在高松小戸島航路に就航中の 使用度島丸の同系線、加藤汽線、神戸丸、小豆丸高松港光高松港、スーパーマリン高松港関西急行フェリー、枠国、フェニックスにフェリー高速線高松、宇野航路については、2010年2月12日、同航路を運航する四国フェリーと国道フェリーの両者が揃って、高速道路の大幅割引のため経営が成り立たない、ことを理由に、 同年3月26日最終便をもって、航路の運行を終了することを発表した。この決定に先立ち、両社での事業統合も模索したが交渉が決裂していた。同航路に従事する従業員は、船員65人を含めた97名で、同社によると、航路撤退による人員削減は避けられず、グループ内で雇用できるのは一部にとどまるとした。しかし、 同年3月4日、国道フェリーが国土交通省四国運輸局に申請していた航路廃止届を取り下げたのに引き続き、その後を追うようにして四国フェリーもまた廃止届を取り下げたことから、向こう航路は二社体制のままで、当面の間運航されることとなった。その後、2012年8月24日に国道フェリーが 同年10月18日から休止することを四国運輸局に届け出を行い、届け出通りに運行を休止した。これにより、武庫航路については当面現状のまま運行を継続することを表明している四国フェリー1社のみとなった。なお、これに先立ち10月1日から運賃を改定した。一般旅客は390円から670円と71%の値上げ。 自転車、二輪車、軽自動車、乗用車も数百円の値上げとなる。2014年6月19日、同年4月から実施された高速道路料金の改定で、トラックの利用が大幅に減ったことなどを理由に、同年7月16日から深夜、早朝便を廃止して22往復から14往復に減便すると発表し、国土交通省四国運輸局に、 運輸計画の変更を申請した。新ダイヤでは、高松、宇野初ともに7時始発、最終便が20時となり、これにより、高松、宇野航路で行われていた24時間運行は、約50年で取りやめとなった。2015年1月29日に開催された第9回、宇野高松間地域交通連絡協議会で、四国フェリーは、高速道路料金改定の影響が、 想定以上で、前年7月の減便後も月2000万円程度の形状赤字が続いているとした。協議会終了後、四国フェリー社長は、このままでは、さらなる減便も検討せざるを得なくなるとの見解を示すとともに、2月1日から普通車と軽自動車限定で船内の駐車スペースを事前予約可能とするサービスを開始すると表明した。 2015年3月1日からは14往復から10往復に減便し、2016年12月には2017年4月1日から5往復に減便することが明らかとなった。これを受けて、香川県、岡山県、高松市、玉野市は2015年から実施している航路への財政支援を2017年度以降年3000万円から1500万円に減額することを決めた。 2019年5月の報道では、一石体制への減便後も2017年度は年間5000万円の赤字を計上し、燃料費が高騰した2018年度は約1億円程度の赤字が見込まれるとしている。また、宇野高松間地域交通連絡協議会は2016年12月以降開催されていないとも報じられた。四国フェリーグループとして主に岡山放送で流している。 宇航航路でのライバルであった宇航国道フェリーが株主となっている瀬戸内海放送では放映されない。ありがとうございます。